多様な性にイエスの日って言ってるんですけれども、まあゲイでもレズビアンでもいいじゃないかと、ヘテロセクシャルでもバイセクシャルでもいいじゃないか、その家族や友人や仕事の同僚たちをなんか思いっきり好きになって、なんだよ、わかんない、噛んじゃって、思いっきり誰かのことを好きになろうとか、思いっきり自分のことを好きになろうとか、そういうことを訴えたくて、アイドルアクションをしています。5月17日っていうのは1990年に同性愛が精神病の疾患からのリストから外れた日を記念して、現在では世界中で多様な性について考える日として取り組みが行われています。ここ日本でも今日は札幌、仙台、千葉、新宿、浜松、名古屋、大阪、甲子園、福岡、あとは愛媛でもこの多様な性にイエスというメッセージを全国で届けている仲間たちがいます。また多様な性にイエスというメッセージを届けてくださった人たちの、声を今日はマイクで一言メッセージを読み上げさせていただきます。最初に、東京の学生のアイダホネームイーデンさんからのメッセージです。皆さん、今まで私たちは皆さんの中に生きてきました。これからも僕らは皆さんの中に生きていきます。だからこれからもよろしくだそうです。ありがとうございます。次にもう一つ、東京都の学生のイーデンさんからのメッセージ。ゲイで残念、片思いに終わることが多い、へこむ、ゲイでよかった、だがむしろ年中片思いも悪くはねえとのことです。ありがとうございました。続きまして、東京都の学生の K さんからのメッセージです。どのようなセクシュアリティも些細なことだと思える世界を望みます。セクシュアルマイノリティなんて言葉もなくなるぐらいの世界を。ありがとうございます。今日は5月17日多様な性にイエスの日です。多様な性、ゲイ・レズビアン・バイセクシュアル・トランスジェンダー・ヘテロセクシュアル、いろいろな性の形を持って私たちはこの社会で共に生きています。思いっきり誰かのことを好きになろう、思いっきり自分のことを好きになろう、そういうメッセージを全国から届く人が一言メッセージと一緒にお送りしています。続きまして大阪府の会社員のヨレヨレさんからのメッセージ、読み上げさせていただきます。多様な性があることに、むしろそれが当たり前なことに、もっと早くみんなに知ってほしい。みんな違ってみんないいということを、言葉だけでなく頭で理解性だけではなく実感として実践できるような社会にしていきたいです。どうもありがとうございます。大阪の歯科技工士アイダホネームミッチさんからのメッセージです。あなたに出会うまで僕はこんなにも人を愛するかとは知らなかった。二人は一つ好きなまで恋人でいられると僕は思っていた。でもあなたはゲイであることがつらかったんだね。バイセクシュアルはゲイのことを永遠に理解できないのかもしれない。今はあなたに出会えたことを感謝し、あなたに幸せが訪れますようにと願い、僕は友人のレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーのそれぞれの恋愛を隣で微笑ましく眺めながら生きています。どうもありがとうございます。続きまして、大阪府の学生のランさんからのメッセージを読み上げさせていただきます。バイセクシュアルでよかった。男性、女性というよりも一人の人間として人を愛することの素晴らしさ、大切さが分かってよかった。バイセクシュアルで残念、身近な人にも自分自身を偽らなければならない。自分の性や恋愛を自然に話せる未来になってほしいです。ありがとうございます。今日は5月17日多様な性にです。多様な性について考えてもらうための日です。この世界にはレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、ヘテロセクシュアル、名前がついていないいろんな在り方、それぞれの性を持って生きている人たちがいます。私たちは皆さんの中に、皆さんの、クラスメイトだったり、職場の人だったり、家族だったりするんですけど、まあ、必ずしもその自分のことを言っているわけではないので、分からなかったりもするけど、確かに存在していて、そこで生活して思っていることっていうのは、今日は読み上げさせていただいています。続きまして、京都府の学生のアイダモネーム、キムさんからのメッセージです。誰かを好きになることも、誰も好きにならないことも、どんなアイデンティティを持つことも、誰にも咎められないんじゃないかなと思います。数が少ないからって、理解できないからって、社会から排除されたり無視されたりするのは悲しいです。少しでも多くの人は、少しでもたくさん笑顔になれる社会の方がきっと居心地がいいはずです。ありがとうございます。もう一つ、京都の学生の間もね、むつけさんからのメッセージです。女という認識があってよかった。
ろんなマイノリティの存在に気づけながら、私の性格だと社会的に不利な面がまだ残る女という認識がなかったら、自分の受けている恩恵に気づかなくて、もっと自分勝手な人間になっていたと思う。女であるという認識があって残念、自分のことを女ということで考える癖がなかなか抜けないから、ありがとうございます。